アイテム番号、SCP-518JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-518JP が群生するエリア 518JP から半径 10km 圏内を立ち入り禁止区域及び飛行禁止空域に指定し、侵入者と航空機の侵入を防いでください。エリア 518JP 周辺を壁で囲い、航空機を捕捉されないようにしてください。エリア 518JP を含む立ち入り禁止区域では警備員10名による巡回を行い、侵入者を発見した場合は拘束し、記憶処理を行った後に立ち入り禁止区域外で解放してください。エリア 518JP の拡大を防ぐため、SCP-518JP のワカメの刈り取りや地下茎の分断を毎日行ってください。説明。SCP-518JP は一般的な竹の一種です。SCP-518JP 本体には遺伝子的な異常は見られません。SCP-518JP は、県、山に群生しており、群生しているこの領域をエリア 518JP と指定、現在、本の自生が確認されています。SCP-518JP は季節や天候に関係なくワカメを成長させ、エリア 518JP を拡大させます。動力機関や推進機関を持つ航空機、以下、対象と故障、が SCP-518JP から 5km 範囲に接近した時に活性化します。気球などの動力機関や推進機関を持たない浮遊物には反応しないことが実験により判明しています。活性化した SCP-518JP は枝を落葉させ、根元の節を分離させた後に発射されます。発射された SCP-518JP は驚異的な追尾能力と速度で対象に向かっていき、その速度は秒速 7km を超えます。発射速度にもかかわらず、騒音やソニックブームは発生することはありませんが、その原理は不明です。その追尾能力と速度により迎撃や回避はほぼ不可能であり、大抵の場合は対象の撃墜もしくは墜落という結果になります。対象が撃墜されるか墜落すると SCP-518JP は非活性状態になります。一度発射された後や刈り取られた後の SCP-518JP は活性化することはありません。また使用外物がある状態では SCP-518JP は活性化することはありません。SCP-518JP がどのようにして対象を認識しているかは不明ですが、物質的な使用外物を配置することで近くを阻害できます。SCP-518JP は198航空便の墜落事故現場に焦げた竹が散らばっているという報告を財団が聞き付け、その後の調査で存在が発見されました。エリア 518JP の周辺は開発による森林の伐採が進んでおり、SCP-518JP は物質的な使用外物がない状態では航空機を捕捉することから、森林の伐採によって開けた先の上空を航行中に、SCP-518JP によって撃墜されたと思われます。財団はエリア 518JP 周辺を立ち入り禁止区域及び飛行禁止空域に指定し、航空、便墜落事故に関わる全ての人物に記憶処理を行うことで SCP-518JP を収容しました。ほい。SCP-518JP 発見後の198、エリア 518JP の最深部に、タイの白骨遺体が発見されました。遺体は日本陸軍の軍服を着ており、傍らには錆びた担当が発見されたことから、死因は切腹による集団自決だと思われます。また遺体のうちの一体が着ていた軍服のポケットから、一枚のメモが発見されました。メモに書かれていた内容は以下の通りです。我果て毒味を守らん秋の竹、